海猫プラザとは、青森県八戸市知り内にある JR 東日本、青い森鉄道、八戸駅の駅ビル。プラザ1、プラザ2の2棟で構成される。株式会社ジャスターが運営しており、初の郊外型駅ビルであるとともに、公共施設がテナントとして入居した駅ビルでもある。プラザ1の3階には、多数の飲食店が入居するほか、駅ビルに隣接して、 複数の飲食店や土産店が設置されている。東北新幹線八戸駅開業にあたり、八戸市では JR 東日本に対し駅ビル建設を要望していたが、当初 JR 東日本側は郊外型の駅ビルは前例になく経営上の問題から難色を示していた。そこで八戸市側は駅ビルの安定的な経営を図る手段として、上長支所や 図書館など公共施設が入居することを提案し、駅ビル建設が決まった。東洋日報2001.714、八の兵器ビル建設決定、デイリー東北2000.1123、八の平ビル上長支所や図書館市、入居施設の検討開始2021年3月、八の駅気点閉店のお知らせ、文教堂書店、 h t t p w w w b u n k y o d o c o j p d o c s 9 9 4 2 7 h t m l 2 0 2 1年5月15日閲覧。ありがとうございます。